渋谷新コラム、辰の背に乗って、16日巨人7月1日中日、東京ドーム、かすかに見えていた正気の目を、摘み取られた一球がある。6回、板山のソロで1点差に迫り、なお一市から岡林が遊撃なイヤ安打で塁に出た。西後、二刀を試みる。根拠はあった。川越はストレートを三玉続けて追い込まれており、フォークで三振を取りに来る。 その読みは的中した。しかもワンバウンド。攻一すれば一気に三塁進塁もあり得る難しい球を、保守の岸田は引くのではなく前に出て取った。往年のヤクルト、古田を彷彿させるノーバウンド送球。岡林は刺され、裏に決定的な三点を追加された。あれで流れが変わったなと思った。スーパープレイだった。同じ保守だった安倍監督が絶賛した一球。岸田も、 走ったのは見えたから、勝負をかけてやろうと思った。あそこでさせたので、流れを持ってこられたかな、と持参した。菅野には小林、先発34試合、戸郷は大城拓、同29、都投手との相性を考慮して3人が併用されてきたが、岸田は最も多い68試合の先発マスクをかぶっている。中日も木下、56試合、を筆頭に、 加藤匠、36、宇佐美、34の3人を中心に戦ってきた。保守平洋は球界の主流になりつつあるが、その中心となっている岸田が12球団トップの投類阻止率5割、巨投類、死投類19ずつ、なのは頼もしい。刺された岡林も4、9回の安打を合わせた猛打賞で、3年連続の100安打をクリアした。遅すぎです。 とは言ったが、前半の苦しみもまた収穫としてほしい。こういう経験を来年に生かしたい。何がダメで、何が良かったのかを反省して。今日の盗塁もそう。スタートは悪くなかったし、ワンバウンドになったのも見えた。でも、突き詰めれば政府にできるポイントは見つけられる。ちなみに強権の士だから、今季は福永、に村松で三盗塁を決めている。 機動力アップはチーム再建に欠かせない。岸田に負けないスピードは来季への宿題となった。